今日は夏休みでうちの子も傍聴席にいるみたいなんで、発言もちょっとまろやかになるかもしれませんが、頑張っていきたいと思いますまず、南長野運動公園総合球技場建設事業についてですが、これは事業が完了しておりまして、事業費80億円を投入して、建設が終わっております。で予算の財源としまして、6億円の寄付金を充てていましたよね。 で過去の私の質問におきまして、平成26年3月定例会では、市長はもちろん率先垂範して寄付金を集めていくと、このような力強い答弁をいただいているところでございます。市長が先頭に立った効果はいかがだったのか、この決算6億円の寄付金という予算案に対して、いくら集まったのか、お聞きしたいと思います。 お答えいたします南な運動公園総合球技場建設事業の財源であります寄付金は目標額6円,6円に対しまして平成26年度末までで1億7506万円6万83円でございました寄付金の募集につきましては私から商工会議所総会で直接会員にお願いしたほか経済界の多くの方々に断るたびに寄付をお願いしてまいりました また、副市長や部局長にも指示をいたしまして、市内企業を個別に訪問して募集を行いました。その結果、68社から合計約1億4800万円のご寄付と、心温まる励ましのお言葉をを頂戴いたしました。目標額には至らなかったものの、訪問した企業からの寄付は、寄付金総額の約8割強を占めていることから、ある程度の効果があったものと考えております。以上ですあの 市長のご苦労は他としたいところですがあの、それにしてもね、6億円という予算に対して、1億7500万ちょいしか集まってないんですよね、この辺はしわ寄せはどこの辺んに、ね、財源構成行ってるのか、ちょっと明確にしていただきたいと思うんですが、えー、しわ寄せということになるかどうか分かりませんけれども、決算全体について、まずご説明申し上げたいと思います。えー、ちょっと下がるま,りますけども 債務負担行為をこの議会にお願いしたのが、平成24年の9月議会でございましたその当時の債務負担行為の財源内訳、これをまず申し上げたいと思います。特定財源が3つ、そか一般財源が1つということでありますが、特定財源、1つが国権支出金ということで申し上げております。これが38億円です。これが決算数値を見ますと、ちょっと丸めになりますけれども、33億1300万強という姿になっております。 それから特定財源の2つ目が地方債、これは32億円で債務負担行為、予定を組んでおります。これが結果的には、決算額34億4300万強という形になっております。それからその他、寄付金とはあの書いてありませんけれども、議案上はその他ということで、特選財源化しておりまして、その委員会等々の説明で、当時、ほかに財源というのは見当たらなかったものですから、寄付金という形で申し上げたわけですが、それが6億円。 それが今申し上げた寄付金の額、1億7500万強ということでございます。それから一般財源、これがあ特定財源はさっきの3つですが、その他に一般財源と掲げてありまして、これが4億、決算額が5億6700万強という形になっておりまして、結果的にはこのほかに県からの補助金が5億ございます。これはどこへ分離したらいいかというのは、この債務負担行為自身から見ますと、 おそらく債務負担行為の国権支出金38億、当時の説明では社会資本整備総合交付金、つまり国からの交付金をすべて当てるということになってましたので、ここには想定されてなかった5億円ということでありますので、5億円も仮に、まあ、これ、法律的に言えば広報上の常用計画寄付でありますので、その他財源に当てれば、1億7500万円に5億円が加わるというそれから、まあ、これ、決算ですから、えー、仮に、 国支出金の方に加えるとすれば、さっきの決算額と合計を合わせますと、38億1300万強ということで、まあ、100%以上のお国債支出金をもらったということが現実であります、以上です。まあ今お話ありましたとおり、一般財源、それから司祭のところにしわ寄せがいってるんですよね、であの26年3月の議会で小泉は聞いているんですが、寄付金6億円の財源構成を今後大きく減らすようなことはあるのかとお尋ねしています。 返答は今後とも AC 長野パルセールを応援する市民の皆様の盛り上がりをさらに高めるためにも、引き続き目標に向かって寄付の募集は続けてまいりたいということでございましたで今ね、まだ施設は完成したんだけども、寄付は続いているんですよね、これ、いつまで続けるのか、今後とも続けていっていただきたいと思うんですが、ご所見を伺いますスタジアムの寄付金につきましては、当初、六億円の目標に対しまて 金額だけ取られるならば我々が期待してているるよりりりりは盛り上がりに欠けた結果であると考えておりますしかし、スタジアムに対する関心は高いものがございまして、個人からの寄付や、AC 長野パルセロのホームゲームで行った募金、また長野名水で集めた寄付など、1万人を超える皆様からご協力をいただいたことから、一定のプロモーションの効果はあったものと考えております。 なお現行のスタジアムへの寄付募集につきましては、予定通り本年12月末をもって終了予定する予定でございます。また、27年の寄付金の充当先につきましては、スタジアムの建設が完了したことから、司祭の償還、もしくは運営費に充填することを予定しておりますが、今年度の寄付の状況を確認しつつ、検討していきたいと思います。 あの先ほども申し上げましたようにね、今後も続けるべきだと思うんですよね。議会と市民に対して6億円集めるってね、単価切ったわけですよ。で、その6億円の財源構成を今後も大きく減らすようなことはないということでね、26年3月議会、確認できている。で、それなのにね、あの資祭として将来に先送りするような決着の仕方これね、市民が納得するのかどうか。また パルセーロの、ね、イメージ的に、パルセーロのスタジアムとしてのイメージとしてどうなのか、今後もね、司祭の召喚に充てるという、それはね、いいと思いますよ、だけど司祭の召喚今後も続いていくんであれば、ピンバッジの得点ね、今後も続けて、寄付を募っていく、そういったことを考えていただくようじゃ、まだまだあると思います。いかがでししょうる応援寄付ににおおけるお礼の品につきましては 当面用意しない方針に変わりりはありませんまた、スタジアムの寄付に対するピンバッジの輸送,にえ輸送は、あ郵送は本年12月末の給付金募集の締め切りに合わせて終了する予定でございます。なお、7つのメニュー,メニューを用意いたしました、ふるさと長野応援寄付のうち、スタジアムへの寄付を含め,た募集含めて募集したオリンピックとスポーツの街というメニューについては、 今後も継続して寄付を募集していきますので、スタジアムの資産の返還も選択肢の一つとして、今後の他のメニューとともに予算の編成過程の中で検討してまいります。以上ですそれじゃあ、お尋ねしますけれども、じゃ6億円を集めるという目標はどうなってしまうのか、6億円を集めないで打ち切りということも、その今後ね、寄付を続けていくけれども、その中でありうるのか。 それ,ともあのそれから司祭の償還の期間というのがね、まだちょっとよくわからないけれども、それをもって終わりとしてしまうことで、市民に納得いただくという方針なのか、それで市民が納得するのか、ちょっとお尋ねしたいんですが。えー、6億円の、えー、寄付というのはあ、あくまでも目標額ということで、当時、ほかに財源が見当たらなかったものですから、えーまあ、意気込みも込めまして、掲げたものでございます。いいずれにしましまてもこのの財源というのは この80億のスタジアムを作るのに必要な財源ということでありますが、先ほど申し上げました、県からも合計の補助金をいただいたと、これはどういうふうに解釈するかというのは、いろんな見方、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、いずれにいたしましても、財源とすれば十分足りたと、こういう認識であります。さらにそれは、どういうふうに評価するかというのは、それはいろんな見方があると思いますけれども、私どもはそういう考え方でありますので、もう寄付については12月で受け、えー、終わりという考え方であります以上です。 あの寄付の受け付け、12月はそれ、さっきの言ってることと違いますよね先ほど、市長から現行のスタジアムへの寄付募集につきましては、予定通り本年12月末をもって終了予定ですというふうに答弁いたしましたさっき、司祭の重当は引き続き寄付を求めると言って,言ってませんでした。 お答えをいたします先ほどの市長が答弁をいたしましたとおり、7つのメニューがございます中で、オリンピックとスポーツの街というメニューにつきましては、今後も継続して募集を実施していくということの中で、そのおけにつきましては、スタジアムの司祭の償還も選択肢の一つとして、今後の他のメニューとともに予算の編成過程の中で検討していきたいというものでございますよろししくお願いいたします。 それは予算編成過程のお話であって、メニューを市民に向けて明示した形で寄付を募集するということではないんですか、それからもう一つ、ね、お尋ねしたいのは、今までピンバッジがあったからね、1万円寄付するという方いたと思います、これ、廃止したときに、どの程度集まり具合が変わってくるのか、その予想をお聞かせいただきたいんですが。 ピンバッジの件でありますけれども、ピンバッジがなくなったときの予想ということについては、現段階、私の今の中では、ちょっと判断ができない状況であります小泉一馬議員。の質問ちょっと重複するところがあるかもしれませんので、お許しいただきたいと思いますが。 今のスタジアム、これはもうできちゃったわけですから、決算は一応、先ほど申し上げた数字で打っております。しかしながら、27年になっても、まだ大変ありがたいことですが、ご、えー、寄付金はあいただいて入ってきております。それを含めて、先ほど1億7千万、今日の数字になっております。で27年の,お、まあ、あの寄付がありますけれども、募集自身はこの12月末をもって、27年12月末をもって、あの終わりにしようとこういうことでございます。それからもう一つ、えー、26年の決算は決算としておいて、 そのうち27年に入ってきた、1億7000万のうち27年に入ってきた、この寄付金の充当先、これは決算とは全く違う話でありますけれども、スタジアムの建設が完了したことから、資材の召喚もしくは運営費に充当することを予定していますが、それは今後の寄付の状況を確認しつつ、検討したいというのが市長の答弁でございます。以上ですじゃあ、28年度以降はピンバッジもやらないし、寄付も集めないと、こういうことなんですね。 現行の寄付募集につきましては、先ほど来お話のとおり、本年12月をもって終了をするというものでございます。ただ、今回のそのお募集をしておりましたスタジアムへの寄付の募集については、先ほど申し上げましたとおり、オリンピック、オリンピックとスポーツの街という一つのメニューの中のものでありましたので、オリンピックとスポーツの街という寄付募集については、これからも続いていくということでありますので、その中で考えたいというものであります。 答弁が混乱しているので、ちょっとまとめて、ちゃんとした答弁してください。答弁者が変わったために、いろいろなご感想を抱かされてしまいまして、申し訳ありませんでした。結論だけ申し上げますと、27年の12月末をもって、いずれにせよ、このスタジアムへの寄付というのはやめです。従いまして、ピンバッジによる1万円の寄付も終わりにいたします。そういういことであとであはその 大きなもうちょっと膨らみの、おあれですね、えー、オリンピックとスポーツの街というメニューはもともとこれ、ありましたので、その中にスタジアムの募集というのがありました、そのスタジアムの募集の部分の枠取りをやめた、そしてオリンピックとスポーツの街という本来、元に戻ったメニューについては、今後も継続して、もっと広い範囲で募,集、えー、募金を募集していくということでございます。 何度も言いますけれどもね、3月議会で県の5億円が来たけれども、だけどそれでも6億円って目標を変えないって明言してますよね、それ今になってその明言をひっくり返す、それは市民に関わる不信につながる、そしてパルセーロの、ね、ホームスタジアム、建設事業への不信につながるという懸念を私は拭いきれないんで、今後もね、ピンバッジ、あれがあったから寄付が集まったということもあります。市長はいろんなお考え、ふるさと寄付金についてあるようですが、今後も,今後も継続して、 償還金へのね、えー、積極的な寄付の呼びかけ、これをやっていただきたいと申し上げておきます。